ほう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 。あっちやん。あるやん。重いくぞ。バチクソあるやん、ここ。ほら。あるやん、普通に。こっから飛び降りて、まず即死なんですけど、あそこに小屋があるな。これどうしましょう。床ある、床ある。待ってね。A で降りる。絶対 B で手を離すとかやったからね。これはフラグじゃないぞ。これはフラグじゃないぞ。そろそろ B で手を離す。OK。あそこに、ボコブリンさんたちがいて、あそこに小屋があるんですよね。あそこの小屋が気になるところであるが、こっちか。あ、なんか怪しいの生えてる。B で話していける？あかん、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 あかん。55だっけ。で、こっからもう、手離し大丈夫かな？さっきみたいにならへんかな？ちゃんとこっちのくぼんでる方に行ってから、手を離す。ジャンプ。あ、びっくりした。はい、これはジャンプできる。ジャンプっていうか、ふーっと降りる感じかな。これいける？ OK！ この変な台座。OK！ これも、パラセールやったかな？をゲットしたらいけるっていうか、あれか。なんていうの？ダメージ食らずに降りるって感じか。痛い痛い痛い。よしよし。あ、落ちた。落ちちゃった。じゃあ、あっちか。あ、これはプロモーションビデオで見たぞ。これはこうやってね。ほい。ほい。コログのうちは。これプロモーションビデオで見たやつだな。待ってね。じゃあじゃあ！あ、ジジイおるやん、あんなところに。気づかんかった。ふふ。ほい。落ちるなよ。おい、ジジイ。フォッフォッフォー、まだだな。何してんの？ちょっとそこまで木を切りに行くところじゃよ。邪魔せんといてくれ。はいはい。あ、じゃあ、あそこの家ってお前の？まさか。そうっぽいよな。とりあえず、この武器弱いんで、これに変えときましょう。この家の中に入ってみたいんですけれども、明らかこれ人のところやな。あ、火ついてる。頑張りだけ。頑張りが回復する？どういうこと？スタミナってすぐ回復するくない？ちょっと気になるな。頑張りだけめっちゃ気になるな。レシピっぽいのがあるぞ。老人の日記のようだ。読む、読まない。読む。人も近づかん、この大地、大地、だ、あ、これ大地ってもいいや。大地だ。わしの唯一の楽しみは料理だ。そして今日はついに究極の料理が完成した。名付けてピリ辛い三回焼きだ。この料理のすごいところは体力回復、もちろん寒い雪でもポカポカで動き回れるということだ。これさえあればあの窮屈な防具服もいらん。だが何としたことか、肝心のレシピを書き忘れの、獣の肉とポカポカの実を使ったのは覚えているが、他に何を使ったのか思い出せない。一文字数が、ああ、なるほど。とりあえず忘れてるっぽいな。ポカポカの実。これを割って、ポカポカの実。で、斧。あぶ、いっぱいか。焼きリンゴ。頑張りだけ。そう、頑張りだけが気になるんだ。ちょっと料理タイムしましょうか。ちょっと頑張りだけが気になるんで、頑張りだけ。これ以上肌がよくしません。待ってね。はい。料理。頑張りの何とか。頑張りゲージを回復させる効果。どういうこと、これ。どういうこと？ 普通に、頑張りゲージで普通にほら、普通に回復するんじゃない？ちょっとよくわからんな。でも、まあ、HP 回復素材としていいでしょう。じゃあ次何を料理しましょうか。キノコ類めっちゃ混ぜる？全部一種類ずつ。全部一種類ずつ混ぜてみましょう。ああ、なるほどね。これ。何やったっけな。これ。ピリピリの右のやつ。これ歯と5個回復するから、これでもう一回作る。で、これで歯と10回復できるようになるやろ。もう完璧やで。回復アイテムに困る。これも、待って。ほい。ほい。待って、違う。ミスった。ほい。で、A で料理。
おお、星5か。星5じゃあ、ハード5か。じゃあ、残りのキノコも混ぜましょうか。よし、これで、こいつらで、料理。料理。いや、これでめっちゃハート回復するんで、これ、ここのボックスも開いたし、虫と一緒に煮込むか、虫はおらんねんな。何か使い道があるかもしれない。ほら、これでめっちゃで HP 回復できるもんがクソできたんで、よし、これで HP は大丈夫で、そう。そう、大丈夫で、そう。あ、頑張りのキノコ。お、あのくらいのキノコ。ちゃんとキノコちょっと集めていいかな。ボス戦とかになったらだるいからな。パンダ。イノシシか。しゃがんでゆっくり近づいて。頭。お、一発。いい感じ。お、お肉。取る。獣の肉と。もう美味しさアップで、は、料理そのままでも食べれるって意外と野生児。あ、ボコボニーや。待って、蜂がある。確かボコボニーで蜂苦手やんな。あ、見つかった。遠くから弓でやろうと思ってたのに離れて。バレてる。あ、バレてるわ。でも一人バレてない。よし、盾を外せ。ほい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 。盾か、これもいらん。拾う。盾はめっちゃいいか。で、あいつは蜂にやってもやっつけてもらおう。おおおお。かわいい。お、ガンバリパチの蜂蜜栄養満点。いいね。おおお。お前、蜂の方対処しろ。蜂来てるよ。ほらほら。はい。かわいそう。あ、あ、あ、あるやん、あるやん、ほら。あ、あ、じゃあ青色攻略してるやつか。くそ。お、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 お。待って、違う、ごめんなさい。違うます。違うますってなんや。オッケー、あそこ。でもピーンってやっても目に見えへんねんな。めっちゃ、ドクロー。めっちゃ近いところにあるな。じゃあ、行ってみましょう。なんや、なんや、なんや。ガーディアンが。まずい。非常にまずい。よし。あ、HP ある。ごめんなさい、セリが。調べる。待って、ウルフリンクの HP やばい。ウルフリンクの HP がやばい。待ってね。こっちか。こら、あ、ウルフリンク死んじゃった。こっちも、この壁登って。こっちから行きましょう。あかん。本気でやばい。今の本気でやばかったやつ。これ多分あたった1撃ちゃうかな。なんでオンの後ろにも。危ない。うおー、シャバシフのほら。あっぶない。今のほんまやばかったな。マジ焦るわ。ごめんなさい、席が。ほくらを手ずれし者よ。私はシャーバシフ。女神の名におき試練を与えよう。これ、あ、爆弾かな、今度は。はい。一気に二つ。リコモン爆弾。遠隔で起爆できると。爆風で魔物にダメージを与えているものを破壊することができる。丸型で資格がある。アイテムあと一個やん。これでリコモン爆弾を、資格型やってみましょうか。お、資格。投げる。
びっくりした。投げる。うん、ほんで L で起爆する。そうやん、めっちゃいいやんこれ。いや爆弾って言ったらやっぱ丸やから、こっちにしといて。でも四角やったら転がらんってことか。天井が狭いな。でここに置いて爆破。お、階段、階段じゃはしごか。いつも階段のはしご間違えねえな。これもあれか、バイザー出すしなあかんな。お、アウト、危ない。キラークイーン第一の爆弾いって。ちょ、ご飯食べましょうか。これで、これちょうどですね。で、もうゴールやな、そこが。なにー、何のキャッチボールですか、君たちは。俺もやりたい、それ。俺もやらして、楽しそう。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、わかったわかったわかった。あ、待って、この横から入れんのね。爆弾を置いて、あれ？オッケー。んで、シュッてなって、なって、バーチャー出すと、いい感じ。もう一個やる、やらんでいけるか。あ、やらなあかんわ、これ。いかれへんわ。シアーハートアタック。オッケー。一個残ったけど、まあ、いけるかな、あんぐらいは。あ、もうゴール？早っ。宝箱とかない感じかな、今回は。って、めっちゃ早いな。え、ほんまにこんだけ？早いな、マップは？あー、見られへんのか。早いな。じゃあ、やるか。行くか、ラスト。ほうほうほう、同じセリフですな。もうスキップしていい、これ。ちょっと一応やめとくか。あ、待って、スキップしちゃった。スキップしちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。A と X 間違えちゃった。これ4つになった。これ4つになったから、女神のところ行こう。ねえ、あったやん。祈ろうとしたら4つ足りんみたいに言われたから、これ4つゲットしたから、とりあえず女神像のところ行こうかな。このムービー終わったらね。いきなり爆発できるあれがありますけれども。おお、なんやん。これで、すべての祠の四国の証で手に入ったと。ほうほうほう。時が来たな。リンク、お主にすべてを話す時が。四つの祠が交わる場所を訪れるのじゃ。わしはここで待っているぞ。どういうこと？よいか？四つの柱が交わるところじゃ。意味が分かりません。待ってね、これを爆破してバイツァー出すと。よし。あ、こちら元に戻ってる感じかな。待ってね、マイナスで。ここ女神像のところに、じゃあここのところに祈りを捧げたらなんとか。あ、ここ時の神、あ、4つのやつが交われて、普通に時の神殿前やん。普通にね、前行った場所やん俺が。じゃあそこに、違う、スタンプ削除ワープ。はい、じゃああそこまで行きましょう。おおおお、光ってる光ってる光ってる。何何何？ハートの器増やす。頑張りの器増やす。ハートの器か。スタミナ強化ってこと？スタミナで。はい。はい。うお。頑張りゲージの条件が増える。おお。
女神の祝福を受け、一段とたくましくなったな。わしはここじゃ早う上がってこい。あ、すげえ。あそこから始まってってことか。なるほどなるほど。早う上がってこいって言ってもあっちか。この壁からかな。よし、登ったえ。この上か。あれ？あ、おったおったおった。宝箱も見えたで。さすがさすが。では、わしの本当の姿を見せるとするかの。我が名はロームボス・ジェームス・ハイラル。かつてこの地にあった国ハイラル、その最後の王だ。この国は100年前大厄災によって滅んだと言うたな。わしはその時に命を失い、今や魂だけの存在となってしまった。記憶の確かでないお主に全てを語れば混乱する。そう考え、わしは仮の姿をとっていたのだ。許せよ、今こそ話そう。100年前何があったのか。厄災ガノンの正体、それは太古の昔、この国に生まれた魔王が怨念と化して復活した姿なのだ。ガノンは伝説や研ぎ話に現れるものとして語り継がれてきた。だがある時、王国の占い師が一つの予言を告げたのだ。大地に厄災ガノン復活の兆しあり。だがガノンに抗する力もまた大地に眠る。我らは予言に従って発掘を行った。その結果、陶器祖先の手により作られた遺物がいくつも発見された。人が操る獣をかたどった4体の巨大遺物神獣、自らの意志で敵と戦うからくりの兵士ガーディアン、それらは我が国で長きにわたり語られてきた伝説と見事に符合していた。封印の力を持つ王家の姫と大魔の剣に選ばれし騎士、彼らは遥かな太古、遺物たちと共にまことガノンを封印していたのだ。100年前の王国には力の継承者である姫と才能ある騎士がいた。そこで我らも祖先に習った陣を張ることにしたのだ。ハイラル中から特に優れた能力を持つ4人を選び出し、神獣を操る任につけ、そして姫を長とし、彼らを英傑と名付けて結束を固めた。姫と5人の英傑が揃うことで厄災は封印できるはずだった。だが狡猾なガノンは我らの想像を超える策を持って復活したのだ。と四神獣を乗っ取り襲いかかってきたんだ。城の民や神獣の英傑たちは命を落とし、選ばれし騎士も姫を守るために傷つき倒れてしまった。こうしてハイラル王国は厄災ガ
藩に壊滅させられたのだ。しかし生き残った姫はなおも一人でガノンに立ち向かった。リンク、後を託します。あなただけが最後の希望。姫の名はゼルダ、わしの娘だ。そして最後までゼルダを守ってくれた騎士、それがお主だ、リンク。あの日お主の命運は一度尽きた。だがこの大地の祠に運ばれ、百年をかけてようやく蘇生を果たしたのだ。お主が目覚めてより幾度か耳にした導きの言葉、あれは今もハイラル城でガノンを抑え続けているゼルダの声だ。だがゼルダの力は時期に尽きる。その時奴は完全に復活し、この国は今度こそ滅んでしまうだろう。リンクよ、国を守れなかったわしに言えたことではないが、それでも頼みたい。ガノンを倒し、民を、そして娘を救ってやってくれ。だが今なお四神獣はガノンに奪われたまま、ハイラル城でも多くのガーディアンが動き続けておる。今のお主がすぐにあの城へ行くのは厳しかろう。まずはここより東の地にある村を訪ねるのだ。村の名はかかりこ村という。あ、かかりこ村。そこに住むインパというものがお主の行くべき道を示してくれるだろう。かかりこ村の場所はシーカーストーンのマップに記されておる。まずあの双子山を越え、道沿いに北へ進むのだ。おお。さあ、約束のパラセールを受け取るがいい。ごまだれか？ちょっとごまだれ？始まるネタ1でハーラロボから譲りを受けた、風を受けた滑空ができるアイテム、空中で X をして使おう。閉ざされた大地コンプリート。これで大地の断崖と言われられよう。お主に伝えならばならぬことはそれこれで全てだ。では頼んだぞ。ガノン討伐。もうガノン討伐。これでインパを訪ねて、インパさんか。これでいくぞ。ジャンピングボンバー X。 お、いい感じ。 B でキャンセルか。おお、着地の瞬間やな。このまま北の双子山、あっちか。双子山越えてインパさんか。